属日本怪談機構柳田。こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本怪談機構柳田の過去音源プラス、惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。僕それではこの妖怪最近見てへんなっていうのがあって、うん、以前ね、今からもう15年以上前の実話なんですけども、当時私が住んでた場所のね、家もう結婚もしてました。僕は前にね、一軒家があって見事な豪邸があったんですよ、15年前ですよ。当時おそらく進学校に通う3兄弟がいたんだよ。全員男の子がいたと思われる。なぜかって言ったら、男の子は顔は一回も見たことないねんけど、聞こえてくる声が男の子の声しかなかったよ。だから、あ、ここは兄弟がいるな、この騒がしさは3兄弟やな。で、近所から聞くと、中学校受験もめちゃくちゃええとこ受かって、よくできる子供がいた。で、そこは豪邸やからね、2階にお風呂があんのよ。へぇ。で、ちょうどうちらのベランダから真正面にお風呂があんねん。で、小窓があんねん。で、当たり前やけど、その覗いたりはできんよ。見えないよ。確実にこう湯気で曇っててお風呂なんや。そこにね、夜な夜なね、声が聞こえてくるね。夜中のね、1時2時に風呂入るんよ。子供が、おそらく勉強終わって入ってんねんな。でね、30代の僕よりもストレスのかかった生活をしてたと思われる。その子供たちは勉強ばっかりしてるから、1時2時からおっさん以上のうめき声が聞こえる。風呂ダーッて入って水がガー流れて、もう聞こえねん。もう今の三輪さんのちょっと奥ぐらいがもうその風呂場やね、うちの家から見たら。近いですね。もう近いね、うちの家が狭いから聞こえねん。中3やで、おそらく。実話やで、これ幽霊の話じゃないで。ただそこから何が始まるかって言ったら、もう俺はもう一番も当時ハマってたんが、尾崎豊さんっておったやろ、はい、それ僕らの世代ですよ、はい、僕より3つとか4つ上ですよ、尾崎豊さんって流行ったんが、はい、まあどっかからお父さんお母さんから聞いたのか、もう青春で悩み苦しんでるんか知らんけど、尾崎豊大好き三兄弟。で、おそらくその一番下の子やと思うねんけど、そっから夜中の2時から尾崎豊の歌を歌いまくるよ。熱唱する。熱唱しょんねん。そう、だから一番盛り上がるのは、まあ、当時中3やって俺は思われる15の夜を歌いよ、うん、盗んだバイクで走り出すって。はーはー、俺だんだんそれに夜中聞くんがハマってきたよ。あ、そうだ。いつ尾崎コンサートが始まるんやろ。でね、セブンティーズマップっていう17歳の地図がね、客がセブンティーズマップっていうとこあんのよ、そこをまた間を開けよんねん。おそらく大肉版をずっと聞いてんの。なるほど。俺思わずある時半分大人のって言うたら、向こう間開いた時にこっちが客になって、セブンティーズマップって言うたんですか。言うたんや。そこからそいつめっちゃハマるようになって、俺との掛け合いが始まるようになってた。でそこからずっとその会話始まる。で、俺は声は聞こえてる。これ幽霊の話じゃないです、実話なんです。ただ一度も顔を見たことがない、ね、そこの子供と。で、向こうも横に調子乗りの、ね、ようわからん仕事してるおっさんがおると、でそれがいつも何時に風呂入っとんねんって怒るわけじゃないね、俺ほんまに尾崎豊聞き直したぐらいファンになって。で、俺はもうその中3の尾崎にはまるようになって、あ、これが最後、おそらく高校行ってどっかの大学にね、だんだん三兄弟が抜けていくわけ。で、近所の評判を聞くと、なんか医大行ったとかね、何か行った地方行ってくね。で、その三男坊、俺の尾崎豊だけが残るよね。それがある時に尾崎豊の卒業を歌いよんね。おあら、うん、
この支配からの卒業って言った時に俺はいつも通りお酒って言うたお酒っていつも、 もう毎日言うてんねん。でも嫁さんとかめっちゃ怒んねん、もうやめてくれと、うんうん、でももう向こうもそうやねん、うん、最後の最後いつやったかな、もうちょっと忘れたけど、うん、この支配からの卒業言った時お酒って言ったら、うん、向こうから間を置いておそらく泣いてんねんって思うねんけど、うん、あの大学受かりました卒業ですって言いよって、ほんでほんまに支配から卒業された時があって、俺今でもそのベランダなから見えんねんけど、はい、俺の中ではね妖怪が今もいんのよ、妖怪湯船歌っていうねもういない、もう何もいない湯船から俺まだ声聞こえんねん、あうん、ほんでもう一回聞きたいなと思う時あんねんけど、なかなか俺の尾崎豊戻ってこへん。ああそうか、うん、東京でそう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 偉くなってんのか分からへんだけど、帰ってきてほしいなって思うね。でもあのストレスを感じてたおっさんみたいなため息と尾崎豊のメドレー忘れられへんのよ。ああそうか、妖怪出てきてほしいなと。でもどっかでまだやってんのちゃうかなと思ってな、大人になったらな、中年尾崎となってどっかでやってんちゃうかなと、カラオケで一人で歌ってるから久々に俺とこで歌ってほしいねんけどなと思って、そうです、帰ってきて、はい、湯船歌帰ってきてほしい、そんな妖怪でした、はい、というわけでこの後は ABC ラジオ日本怪談機構柳田第42夜の放送音源をお聞きください。真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃、魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きます。ゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください。日本怪談機構柳田、この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国夫イズムを継承するべく、全国各地に埋もれている怪談、奇談、地元だけに脈々と伝承されている言い伝えなど、我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと。本日の夜勤担当者は、民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀、怪談界の御体堤邦彦さん。日本妖怪伝承、ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の基をレクチャーしていきます。本日のテーマは、平成の怪談界を牽引した中山一郎さんと木原博一さんの共著で J ホラーブームに多大なる影響を与えた現代の百物語、新耳袋を徹底解説。今夜堤さんがピックアップしたのは第5夜に収録されている座布団。短編の終作に見え隠れする創作のからくりをお聞きください。私も好きな話の一つでね、こんな不思議な話があったら面白いなっていうのがあるんですよ。座布団っていう話があるんです。こんな話なんですよね。京都府内のある中学校での話だ。理科室に幽霊が出るという噂を聞いた卒業生の E さんたち3人が真夜中校舎に入り込んだ。見つかると困るので懐中電灯は使わずに理科室へと向かう。理科室の扉は鍵が閉まっていて中には入れなかった。懐中電灯で中を照らしてみたが怪しいものは別にない。でもせっかく来たんだからと暗い廊下や階段を探検していると、タフタフと妙な音がする。さて何かいなと、その音のするあたりに行ってみると階段があった。タフタフタフ、音は階段の上からする。上がってみようかと E さんたちはその階段を上がった。見ると1階と2階の踊り場に白いものが動いている。それが動くたびにタフタフと柔らかい音がするのだ。それは四角い白い分厚いものだった。暗闇だというのになぜかそれが見える。
それが縦に立って一回転して階段を一段上がり、またくるりと立ち上がると前に倒れるようにして一回転して一段上がる。その時タフタフという音を立てる。座布団、そんなアホな。3人は顔を見合わせた。あまりなことに懐中電灯を当ててみる。その真ん中にくぼみがあって縫い目があり、四隅には白い草もある。座布団以外の何物にも見えない。タフタフと音を立てながら階段を上がっていく。そしてあと数段で登りきるというところで、ふっとそれは跡形もなく消えてしまった。あまりにおかしな体験なので、私たちが取材するまで兄さんは誰にも話したことはなかったという。はい、いかがでしょうか。このタフタフって、ね、まあ、絶妙なオノマトペだと思ったんですけどね。非常に私もこの話は印象に残っていて、だいたい座布団がですね、自然に一人でに階段を登っていくという、なんか可愛らしいのか何なのかよくわかんない。でしかもそれが正体が全くわからず、原因もわからず、肝試しのように夜の中学校に忍び込んだ割には別に、なんだろうね、幽霊が出るわけでもなし、妖怪に会うわけでもなし、なんだかよくわからないけども一人でに動く座布団に出会ってしまうというね、なんとも言えない話なんですよ。でこれ何なんだろうなというふうに思いながらですね、ちょっと思うのは、あの古い古いその小学校の中っていうのはね、あのよく朽ち果てたようなところに客用のなんだか道具類があったり、使われなくなったような体育のマットが入ってたりしますよね。この小学校の夜中にある座布団っていうのは、どうも私の感覚では、昔あの小学生で座布団をね持ってきなさいよって言われて自分の席に敷いたりするけど、卒業した後でみんな持って帰ったりしますよね。前の卒業生たちが置いてったような薄着汚れたような座布団がね、ロッカーに入ってたり倉庫に押し込められてたりするんだけども、これ古い座布団じゃないかなという気がした時に、もしかしたらと思ったのは、古い用具とか古い道具っていうのが一人で動いたりするっていうのは、これ古典的に言えばつくも神っていうね、室町の妖怪絵巻に出てくる使われなくなった道具類だとか打ち捨てられたような草履だとかね、こういうのが手足が生えて自然に一人でに動いてしまうっていう、これがですね妖怪絵巻の非常にオスドックスなパターンであって、道具を打ち捨てておくと一人でに少年が入ってしまいますよっていうのはよく昔からある話なんだけども、これ座布団もそういうふうに解釈できるかなどうかなっていうところなんですね。まあこれは私の妄想かもしれないから皆さんどう思われるでしょうかみたいなところなんですけども、私はこの話考えたときに、なんでつくも神の話がよぎったかというと、他にもあるからなんですね。でもう一話ですね、これはちょっと長めの話なんで、かいつまんでお話しするとですね、同じ第5話の、ね、今41話だったんですが、もうちょっと先の55話に泳ぐ人という話があるんですね。でこれはですね、あの出版社の編集をしている女の人がいて、猫を飼ってるんです。で一人暮らしなので家を開けることが多くて、で猫のためにですね、部屋の隅に大きなこの金属のボールを置いて水を入れてあげてるんですね。ある晩早めにこう帰宅したんで、自分の家で仕事しようと思って原稿を書いてるんですが、ボールの水音がねポチャッポチャッって音がするんです。であの例の猫花っていう名前がついてるんですが、花がボールの水を飲んでる音だと思って、よっぽど喉乾いてんだなと思って何気なく聞いてたら、違う方向からニヤーって言って猫が来て足元に吸い寄ってくるんです。おかしいな、なんだ水飲んでる方向と違う方向が来たなと思って、じゃああの水音は何っていうので、よくよく見てみるとですね、ボールの中でパチャパチャ音がするんです。パチャパチャパチャと水の跳ねるような音はまだ続いている。あ、体長3センチほどの男が水面をクロールで泳いでいる。パチャパチャパチャ。男の跳ねる音が水音を立てている。っていうんですよ。クロールの男、小さな3センチぐらいの男が猫の水を飲むためのボールの中を泳ぎ回ってる。そういう話、クロールで、しかもなんだかその水泳帽までかぶってる泳ぐ人っていうんですね。なんか小さな人が泳いでるんですよ、ね、でこういうパターンはよく聞くし、私の勤務してた大学にも小さいおじさんが出るっていう都市伝説などがありましたから、よく聞く話なんですけれども、ちょっと気になったのは、
猫の器の中で泳いでるんですね。これ私も妄想かもしれないけども、猫の器ぐらいきれいにしてやれよっていう話で、なんか汚くしたりするとこういう変な現象が起こるのかなみたいな考えると、これも一種の道具化ける話とどこかでそこでつながるのかどうなのかなっていうのがすごく気になったところですね。で、私の友人から聞いた似たような話ってこんなのがありましてですね、男の汚い下宿みたいなところに大学生で住んでて、よくあるパターンで、カップ麺みたいなやつを汁残したまんま台所の流しのパッと置いて、そのまま出かけてしばらく忘れて1週間もしたらすごいことになってたっていう話ね。で、その延長上の話で、丼そのままにして濁ったラーメン汁そのままにしといたら、しばらくして帰ったら立てばじゃ音がするからなんだと思ったら、ラーメン汁の中を小さい水泳をする男がやっぱり泳いでたっていう話です。で、この話聞いた時に中山さんの編集されたこの市民袋も思い出してですね、あの容器の中を泳ぐ男っていうのが、特にこう今の後者の実際聞いた話だと汚くしたらそうなったって、ここはポイントかなと思ったりしてですね、どうも私たちの中には物を粗雑に汚くしたりしてですね、放置すると何かが起こるっていうのがあって、まあそういう教訓もあるのかなと思ったりします。まあこういうふうに道具と物というのがですね、日本のこういう不思議な話にはどうしてもついて回るなというのが、この市民袋を読んだ時の思ったことなんですよね。現在、過去、未来、強者どもが夢の跡、古の時代から信じられてきた九十九神の存在。九十九神とは、長い年月を経た道具などに神様や霊魂などが宿ったもののこと。タフ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 、今も昔も怪談には巧みな擬音語オノマトペがさらに不思議さを引き立てる。タフ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 。この後はこの世とあの世をつなぐホットライン、牛蜜時の黒電話、全国各地に伝わる地元怪談、地元伝承をお送りいたします。本日電話出演してくれるのは2度目の登場、長野県各地で今も起きている怪現象や様々な伝承を掘り起こす怪談作家、丸山正也さん。長野県諏訪市で大々的に開催される花火大会から始まる奇妙な話をお聞きください。毎年8月15日になるとですね、長野県諏訪市では諏訪湖湖上花火大会、通称ですね諏訪湖花火大会というのが行われるんですけど、この催しは昭和24年から続いておりまして、近年ではですね4万発という打ち上げ数やその規模で全国屈指の花火大会と称されているようなんですね。で、県内外から50万人もの見物客が訪れると。で、普段は非常に諏訪市っていうのは静かなんですね、人もあんまり歩いてないぐらい、閑静なんですけど、そこが非常ににわかに活気づく一大イベントになっております。で、これはですね10年ほど前のことなんですけれども、会社員の M さんはですね、当時交際し始めたばかりの女性と諏訪湖の花火大会を見に行く約束をしたそうです。車で行くと大渋滞に巻き込まれてしまうというので、電車を利用したんですけど、非常に、浴衣姿の若い男女とか家族連れで、非常に田舎の単線の電車がですね、都内の満員電車みたいな感じで身動きが取れないほどだったそうなんですね。で、ようやく駅に降り立って人波をかき分けながら会場へ歩いていったんですけれども、非常にこう予定よりも時間がかかってしまったそうなんですね。で、午後7時を回った頃にこう花火が打ち上がり始めて、しばらく2人は見ていたんですけれども、どれくらい経った頃か彼女が M さんの耳元にですね顔を寄せて、
で、あそこにいる男の人がさっきからこっちに向かって手を振っているよと、もしかしたら M 君の知り合いじゃないと言うんですね。まあ、これだけの人混みですから、たまたまね、知人がに会っても不思議じゃないんですけども、一体誰だろうと目を凝らしてみると、高校時代のクラスメイトの H 君だったんですね。学生時代は特にね、そんなに親しかったわけではないんですけれども、それでも卒業してから5年は会っていなかったので、思わず懐かしくなって、花火も彼女もね、そっちのけに友人の方に近づくと、2人で再会を喜び合ったそうなんです。で、 M さんは卒業と同時に地元の企業に就職したんですけれども、 H 君は結構成績が良かったので都内の有名大学に進学したはずだったんですね。何度も大学を出てからこっちに帰ってきたのかいと、そう尋ねてみたんですけれども、なぜかですね、ニヤニヤと笑っているばかりで要領を得ないんです。で、周囲がうるさくて聞こえていないのかと、まあ、近いうちに飲もうよと身振り手振りのジェスチャーで伝えると、 H 君はですね、うんうんとうなずきながら指で OK サインを作ったそうなんですね。で、2人で携帯電話を取り出してお互いの電話番号を登録し合ったんですけど、彼女を待たせていることをふと燃やして、あ、それじゃあ近いうちに電話するよとだけ伝えて、 M さんはその場を離れたそうなんです。で、それから3日ほど経ってですね、約束通り H 君に電話をかけてみたんですけれども、10コール以上鳴らしても応答がないんですね。忙しいのかなと思って電話を切ったんですけれども、その直後に M さんの携帯電話が、ね、鳴ったんですね。で、画面を見ると H 君の名前が表示されています。すぐに通話ボタンを押して、開口一番、おお、H かと、この前はどうも、しかし妙なところであったなと、そう言うと一瞬の静寂の後、若い女性の声で、これは兄の電話なんです、すいません、まだ解約せずに私が持っているんですと。どうしたわけか、 H 君の妹が電話をかけてきたんですね。で、意味がわからないで困惑していると、え、ご存知でありませんでしたかと、兄は亡くなったんですと、東京に住んでいたんですけれども、オートバイに乗っている時に事故に遭ってと言うんですね。思わぬことに言葉を失ってしまったんですね。つい3日ばかり前に再会を祝したばかりだったんです。東京で事故に遭ったというので、それはいつのことかと聞くと、ちょうど1週間前だというんですね。それを聞くやいなや、もう一気に血の気が失せたようになって、手が震えがもう止まらなくなってしまったそうなんですね。いや、まさかそんなはずはって、だってついこの前、あの諏訪湖の花火大会の日に彼から直接この番号を教えてもらったんですよと、その時に彼も携帯に俺の番号を登録したはずなんだけどと。しかしですね、妹さんが確認してみても、彼の名前は H 君の携帯電話には登録されていなかったそうなんです。日本怪談機構柳田では、全国47都道府県にお住まいの皆様からの地元だけに伝承されているちょっと昔のお話をお待ちしております。宛先は郵便番号 530-8013ABC ラジオ日本怪談機構柳田。メールアドレスは怪談アットマーク abc1008.com 怪談アットマーク abc1008.com。 その際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してください。あなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか。日本怪談機構柳田もいよいよ終盤。兵庫県尼崎市在住の怪談作家宇津呂鹿太郎さん、枚方怪談サークルを主催する三輪千佐さんに加え、当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご紹介してまいります。こんなお便りをいただいております。青森県30代女性、怪談大好きで YouTube で毎回聞いています。ありがとうございます。青森県に実在する女性の霊媒師イタコをご存知ですか。
イタコには様々な役割があるのですが、あの世に行った仏、かっこ死者の魂を下ろして憑依させ、仏の言葉を自らの口を通して伝える口寄せが有名です。昭和40年代、50年代の最盛期、夏と秋に開催される恐山の大祭には、口寄せの順番を待つ相談者で長い行列ができるほど賑わっていたそうです。そこで質問です。日本怪談機構のセンター、高一点の三輪さんは、イタコの後継者としてめちゃ良いと思うんですが、いかがでしょうか。なんですって。あと、皆様はイタコを通じてぜひ話してみたい人っておられますか。どうですか皆さん。後継者って初めて。イタコの後継者として、いやいや、あれはもう大変な修行してね、うん、なるものなので。うちの番組のセンターって書いてますよ。センターなんです、はい、何を言ってるんですか。とんでもないです。大阪福島のドリカムと言われてますね。イタコの後継者としてはなる気は、とてもじゃなく私みたいな人間にはなれへんと思います。今この後継者不足が大変で。そうですよね。もう絶滅かと言われてるほど、うん、少なくね、なんですよね、これ、ね、うん、困った問題ですよ。はい、イタコは僕は取材はないんですよね。結構あちこち行っていろんな経験をなさってるのに。イタコ行きたいんですけどね、ちょっと遠い。遠いし、やっぱりね、現地では僕はないです。現地ではない、現地ではないです。ただ恐れ山に行ったことはないんですけれども、まあ、自称イタコの能力を兼ね備えた霊能者とは何度も仕事したこと。ああ、そうなんですね。やっぱ青森の人ですか。いや、それは分かんないです。自称ですから。おそらく修行された方じゃないと思うよね、今から考えたら。スタジオに来るってイタコさんじゃないでしょう。まあまあ、そうですね。まあ、そこの現地じゃないとあかんからね、ほんまは。僕は実は、恐れ山に行きまして。あ、行ってんねんね、恐れ山。実際にイタコの方に口寄せをしてもらったことがあるんですよ。はい、2003年のことなんですけど。あ、最近ですね。20年も前や。はい、はい、2003年です。恐れ山行きまして、行ったのがね、あれね、夏の大祭が終わって、はい、秋の大祭の前なんです。だからちょうど閑散期やったんですよ。はいはいはい、でその時に行きましてね、宿坊で一泊させていただきまして、ちっちゃい頃から恐れ山は夢だったんで行くのが、はい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 、だから本当夢が叶いましてね、とこやなあ思って、で、その豊かの方、まあ、その聞いてみたら、あそこ冬の間はこう山がね、はい、雪が降って、もう雪なんでしょ、はい、もう閉山されちゃうんですけど、ね、うん、登れる時はイタコがこう持ち回りで、毎日、まあ、誰か一人がいるということで、はいはいはい、僕が行った時も一人いらっしゃいまして、はい、でこうイタコの口寄せってでっかく看板が、はい、出てて、ね、でこれは行かねばっていう、で行ったらやっぱその地元の方が何人か来てはりまして、5人待ち5組待ちぐらいやったんですよ、はい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 、でこう建物の中でこう待合所みたいなのがあって、そこ並んで待ってるわけなんですけども、でこう自分の番が回ってきましてね、はい、で靴脱いで上がりまして、こう和室みたいなのがあって、こう祭壇みたいなのがありまして、そこでこうあったんですよ。でも本当に、ね、昔ちっちゃい頃に怖い話の本で見た通りの姿のいたこの女性がいてはりまして、でその方はね、目は見える方でしたね、はい、それで誰を呼び出しますかみたいに言われて、で僕はその何年か前に、うちの祖母、おばあちゃんを亡くしてたんです。でも、ずっとこう一緒に住んでたんで、おばあちゃん子だったんですよ。それでこう、じゃあうちの祖母をお願いしますと、で言ったら、じゃあ、何やったら生年月日だったかな、亡くなった日だったらどっちかなんか聞かれたんですよ、おばあちゃんの、おばあちゃんの、はいはい、それでその、ね、日付と、それから名前と伝えて、あ、じゃあそれで分かりましたってことで、じゃらじゃらじゃらって数珠鳴らしながら、なんかごにょごにょってなんか言わはって、そしたら降りてきたんですよ、うちのおばあちゃんが、でそのうちのおばあちゃんが言うには、私は今、あなたたちがいる世界を去って旅立って、今別の世界にいる いると。でこの世界はすごく、あったかくて明るくて、すごく綺麗な世界だと、私はここですごく幸せに暮らしている、ただ唯一気になるのが、現世に残してきた、お前たち家族のもんだと、元気にやっておるかと、でお前はまだ若いから、真面目に仕事をして、ギャンブルには手を出さず、でちゃんと真面目に生きようというのをせっせっと言われまして、で、あとはもう親を大事にしてね、で家族みんな仲良く暮らしていけよと、それだけが今の私の願いだって言ったんです。
で、あ、そうですか。で結構それがね、あの津軽弁なんですかね、結構なまってるんで、なんて言ってるのかを聞き取るのはなかなか、そうなんですよ。ただまあやっぱりいたこの方はいたこの方で、まあできるだけこう標準語に近づけて言ってはるんで、まあ聞き取ることはできた。だいたいそんなこと言ってはりましたわ。それであの最後に、もうそろそろ時間だから自分は行かないといけないが、何かこう言っておくこととか聞いておくこととかないかって言われたんで、一つあの気になったことがあって、っていうのも僕その時あのしていってた腕時計なんですが、その腕時計は実はその祖母の形見だったんですね。あ、そうなんや。はい、でただその時計がね、男物なんですよ。でこの時計がなぜ祖母が持ってるのかが分からなかったと、うちの母親に聞いても知らなかったし、いつの間にか持ってて、まあ、その亡くなった後に男もんやし、時計やからということで僕が譲り受けてたんですけど、これどっから来たものかと。でおじいさんからもらったとかそんな話も聞いていないし、分からなかったんでその時計のこと聞いたんですよ。そしたらうちの、まあ、祖母が、んでちょっと間を置いた後で、それはおじいさんのだ、もともとおじいさんのだって、そうなんかなと思いながらでっていう話をして、まあ、最後また上に上がっていかれて、いた子の方がまた元通り戻ったっていう、いうような感じの口寄せだったんですけど、まあ、正直じゃあそれで祖母と話した気分になれたかというと、あんまならなかったですね。結局その誰に対してもこう当てはまるようなことしか言われなかったし、その腕時計の件に関してもなんかそうなんかなっていうのがあってっていうような感じだったんですけども、あの、まあ、でもやっぱり恐れ山にいていたこの口寄せを経験するっていうのがちっちゃい頃からの夢だったんで、あれはやっぱ嬉しかったですね。本当に、あ、夢が叶ったなっていう。でもロマンやっぱあるけどね。一回は行ってみたいですよ。一回は行ってみたい。で今のね、宇都郎さんの話を聞いてて思ったのが、もうそんなことよりも宇都郎さんもそこに行ったことがええやんって話なんよ。そう本当そうなんですよ、はい、そう思います。ロマン、ロマン、もうそれ以上そこを検索すんなよっていうのがあって、あるあるって感じで、そうやろうなって思う。そうね、そこに行って、おばあちゃんを指名するっていうことだけで、もうええやんっていう。そうですね、そうですね。まあ、ジョン・レノンとかね言ってもよかったんですけど、まあ、そう言わずにやっぱり一番身近で会いたいと思ってる人を僕は指名させていただいて、僕ね、あれね、思うんやけど、今の話を聞いててもまんざらね、全部が全部その当てはまることで言ってるとは僕思わないのよ、正直言うたら。なぜかって言ったら、そんな文化が何百年と続いてるわけやから、最初の思いとしてはやっぱり亡くなった人と会話がしたいっていう思いから始まったんやと思うのよ ね、うん、そうですね。誰が始めたかって言ったら、あの残されてるものが始めた文化やと思うのよね、うんうん、それであの一応それ並んでる時に、一個前に並んではる女性の方ね、ちょっと話したんですよ、まあ、地元の方やったんですけど、でその方が言うには、今日あんたよかったよと、今日のこのいたこの方は本物だからって言うんですよ。で、え、なんですかって聞いたら、あの私は何度か見てもらってるんだけども、初めて来た時に何も言っていないのに、あなたには二人の男の子がいますねって当てられたと、何も言っていないのに、まあ、もちろんまだ亡くなってはいないんですよ。だから、あ、この人は本物だと思って、でそこからあの自分の亡くなった親を呼んでもらったりとかして通っているんだっていうふうに言ってはったんで、だからやっぱりその地元の人らにとっては、やっぱその生活に密着したね、まあ、癒しが得られる場所なんでしょうね。それはすごく思いましたね、はあ、まだ皆さんは両親とか亡くしてないんですか、年齢的に。うちは父が亡くなってます。うちはね、はい、もう2人とも亡くなってるんですよ。僕ね、あのそのいた子の話聞いてて思うのはね、親ってね、両方と亡くなっても出てくるんですよ。これ変なこと言いますけど、出てくる、夢の中で出てくるんですよ。はい、でね、これ幽霊でも何でもなくってね、頭の中に存在してるんやと思ってるんですよ。で自分がどうやろうな、この仕事とかこれどうなんやろうなって、こう普段心配してることあるでしょ、はい、で四六時中ずっと考えてるでしょ、それが寝るでしょ。ほなら自分のフィルターを通して親からアドバイス言うのはしょっちゅうですよ。あ、そうですか、はい、結局は自分が答え出してるんですよ、それも分かってるんですよ。でも本当に出てくるんですよ。それは普通ですね、やっぱり。
うん、だからそのいた子さんのやつ もうそこまで行くとあれなんやろうけども、うん、あの死んだ親と話す、うん、死んだおばあちゃんも、まあ、死んだ当初は何回かあったけど、うん、それは僕は何にも不思議じゃないわ、うんうん、それに関して言ったら、うん、でまたいい答え出すんだよ、うん、いい答え出すんだよ、うん、まあ、こっちも信じきってるからね、はいはい、親が言ってるって思ってるから、うんうん、私は亡くなった父に会ったことがあって、ああ そ, うなんや それはまたそれ話し出すとまた時間かかるから、また別の機会に、だけど、うん、なのでなんかそんなになんか離れてないねんなっていう気はします、うん、そうね、うん、僕ねこれねほんまにギャグでもなんでもないけどね、うん、親父が亡くなって親父と喋った経験があるの本当に、うん、それがねうちの親父のキャラを知ってたらもっとおもろいねんけども、うん、うちの親父ってものすごい細かいことを自慢したがる人やったんや、うん、で一度もほんまにね生涯ね一回も面白いこと言うたこと一回もない人いやほんまないこれほんまない田舎の人やから人を喋って笑わすっていうこの感覚は生涯なかった人、うん、ほんまない。でもこんな子供が生まれたらなんやと思うけど、これ完全に母親型の DNA やね、ほらベラ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 喋るってその親父がねいつも言ってた、ほんまに結局は親父って普段から人の10倍は小言言うておごる人やね。でも笑わしてもらったこと一回もなかったよ。ずっとそれ俺愚痴ってて、親父って結局おもろいことほんまに一回も言いよらへんだなって、あの人何やったやろなって兄貴に言ってたら夢に出てきて、うん、ほんでなんかこう言いたそうにするんやけども、で自分の中でお父ちゃん出てきたんやと思いながら、なんか最後にはもうせめてこの振りがあるからおもろいこと言うんかなって思ってて待ってたんよ、うん、なら浩二って俺に喋ってくる。俺の誕生日いつやったか覚えてるかって、3月3日のうち男の人なんやけどひな祭りの誕生日、うんうん、亡くなったんが6月6やねん、ほうゾロ目やねんって言って消えていって俺ほんまに夢の中やけど、それがどないしてんってほんまに言うてほんまに起きて、それが最初で最後のちょっと親父がおもろいこと言うでも今から思ったらうちの兄貴も言ったけど、絶対それは俺を笑わす気はなかったと、あの親父らしいなって、なんでそれ言いに来たの俺。百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃、今週の日本怪談紀行柳田はこれにてしばしのお別れ。それでは最後に日本民族学の祖柳田国男が残した言葉でお別れしましょう。我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い。日本怪談紀行柳田、番組ナビゲーターは小早川秀樹でした。